はい、公園行く前に前住んでたマンションです。 Now、 はい、今日は八千代目公園中央区北7条西23丁目です。最後まで見てね。八千代も公園中央区北7条西23丁目、札幌中央区、僕管理事務所に電話してください。ここに書いてあるんで。じゃあオープニングでした。またね。じゃあね、縮小。はい、公園着きました。入ってすぐ便所ある。ここは初めてじゃない、便所。ここもね、前近くに住んでたんで、ここもね、8階建ての7階に住んでました。7階、あっち側にあります。いいね、トイレあるね。今日はね、八千代目公園、ここもね結構遊んだね、昔ね。ここしかなかったの、近く。あっちにある、あそこに住んでた前。あそこ見えるね、もうね。あそこ、あそこに住んでました。そして遊具紹介、あ、ごめん、口もね、遊具紹介します。これね、ずっと奥まであるんだよね、これね、ここの道路。あそこ、ね、人いるところ、水飲み場。はい。ブランコね。映さないから大丈夫だからね。映さないから。はい、滑り台あります。はい、砂場。はい、ベンチ2個と、はい、砂場。子供遊んでますね。はい、ボヨヨン1個あるの、ここ、ね、1個しかないの、ボヨヨン。そしてベンチ1、2、そしてあの滑り台の裏はこうなってます。滑り台の裏です。映さないからね、大丈夫だからね。そしてここに休むとこが、大きいとこが2つあります。そしてここにちっちゃなね、食卓があるの。こっちの椅子ある、ね、ここね、水出るんだけど、今日水ないね、これね、水。ここ川になるんだよ、ここのとこ、行けない。そしてここのとこにベンチ2個ね。おー、ここ縦長なんだよね。新しいの発見。あ、前なかったんだよね、あれね。滑り台かなんだか、これ裏側来てます。何でしょう。おー、ちょっと今日これで遊ぶか。これがメインだね。お、これいいね、なんかこれやってみたかった、これいいね。ちょ、まずこういう感じで、ちょっと奥まで来ますね。そしてベンチ2台、1、2。そしてこれも前からあったかな、これも。長いね。シェペンチに、そこずっと自販機あそこにあるからね、自販機あそこ。ここずっとこう広いんだわ、このエリアが。ずっとあるんだわ、ずっと奥まで。アップ、さっき行ったところね、あそこ。ちょっと。この遊具で遊んでみるか。いいね、面白い。これは網。はい、網あっての、網あっての。はい、です。滑ります。あっち、血圧いいね。こんな感じです。今日はね、ボルダリングしたかったんで、今日はね、これしたかったんで。大丈夫かな。もう映さないんで大丈夫ですね。はい。
ちょっとこのね、これをこれでこれメインだからこれで遊び登りたいと思います。これやりたかったんだな。これでもすぐ飽きるね、あれね。面白い。はい、ちょっと待ったね。これは水飲み場ってて、ね、あっち入り口に戻るところですけど、はい、なんと隠れグラウンドあった。あれ、サッカー野球はここでせよっていうことだ、ね、すごい広いよ。俺の住んだとこあそこ、俺の住んだとこあそこです。じゃあカット。はい、こっち東口です。東口出て右曲がって、俺が住んでたとこはあそこ、あれ7階の7階かな、見えるか、アムスマンションじゃん。ほら自販あるぞ、ここもある。これ100円ね、いいね。トイレあるしね、自販機あるし、いいんじゃないね。ということでカッチュカッチュ、大きい休憩所2カ所のところの方が使わせていただきます。ここは、ね、八千代も公園、札幌市中央区北7条西23丁目前ね、あそこに住んでました。8階建てだったかな、の8階にいました。8階の8階かな、7階の7階かな。とりあえず一番上に住んでました、あそこ。あそこね、こっちが、あそこ、あそこね、こっちね。そして口コミが、ちょっとすみません、返信しちゃいました。動かないんでね、今しゃべりタイムなんで。すげえ、こう 3.8 になってる評価。桜はとても綺麗でした。木々で緑が綺麗だけど遊具はほとんどないです。冬場はいっぱいで最高だって。冬場山ないんだけどね、山ないけどいいのかな。評価3人しかいないよ。でも3人って今までで最高じゃないかな。今まで2人だったよね。あれ間違ってる、これ3人しかいないね。して、あ、まだいたわ。上田さん、小学生のボール遊びのリードが長くないことも多いですが、水遊びもできるのでたまに行きますね。あ、ここね、川流れるからね、ここ。そう水たまるから。して、いいね。次、哲也さん。トイレがあって大変便利。ね、トイレあるからいいよね、ここね。木々緑が綺麗だけど遊具はほとんどないです。遊具いっぱいあるでしょ、ね、いや 木はね、うちの公園、さくらんぼ公園の方が桜がすごいですよ、桜が。そして次、暑いね。アットマークユーさんは気持ちいい公園ですね、気持ちいい公園。テレビクリーネオさん、はい、花火大会もありますよって。ここで花火大会なんだね。そして佐藤さん、夏は水遊びができる、水遊びができる、はい、これで一つにします。そして亀海さん、コーヒー系100円、遊びやすい、広い、100
小さな水場もあるので、幼児連れの夏にはかなり良い。じゃあね、いっぱいレビューしたんだよ俺。次北林さん、夏場は水遊びができるところです。酢玉ねぎさん、冬鳥がいっぱいで最高だって。冬は知らないな。ボックルレオさん、ね、ボックルレオさん、普通の公園ですって。普通じゃないと思うけどな。SC さん、広いです。あ、確かに広いね。サッカーできる。そして青真央さん、広いです。やっぱり広いっていう印象がみんな取ってるね。ちょっと外人さんも、外人さんだなこれ、読めない。なんかこれ、この人、この人外人さん、子供たちはこの公園が大好きって。ああそうなんだ。ケンジさん、あのない、コメントあとないね。なんかいっぱいいいねしてるね。なんかね、さすが 3.8 だ。うわすごいある。ちょっと数え全部1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,40,40件レビューしてる。ちょっとこれも後で家帰ってレビューします。 あと説明は、そうか、ちょっと一回ここで聞きます。じゃあ切るの1回です。はい、正面玄関入って左トイレ、八千代公園看板へての、そして休憩所滑り台、砂場ブランコ、ちょっと端まで行くの大変なんで、ここ溝の上側のこっち行ってグラウンドです。はい、ね、今ちょっと一周回ってるんで、はい、外辺経緯です。あ、こんにちは。こっち、こっちか、こっち。そして砂のとこ横切ってボヨヨンのベンチ、そして滑り台、休憩所ここに2つ、そしてここ食卓テーブル、はい、ここね、水の川、そしてベンチにの、ここを右曲がるとさっきの自販、あーちょっとすごい広いな、これこれさっきの自販ね。ここ自販、さっき表から撮った自販の、そしてこれ東口の入り口、そして登った遊んだとこと、ベンチと、あの遊具、滑り台、ちょっとこういう感じ、もうちょっと疲れる。長いな、ここ広いぞ。じゃここが南口だ。あっちはいいんだ、南口。南口。じゃ曲がります。ここすげえタクシー止まってんだよな、いつも。俺はね、10年ぐらい前かな、ここで住んでたの。そしてここでもうそろそろトイレで一周になります。さっきの一周トイレ、あー証明書、
入り口入ってトイレからの左行ったとこ、はい、水飲み場です。ちょっとチェックするか。おお、ここ自動じゃないね。ちょっと飲んでみるか。ぬるくてまずいわ。ちょっとここちょっとあまりいいと言えない。あ、これね、上も下も向く。さくらんぼ公園と同じですこれ。死因でした。マジ。やったね。マジね。してこれ。はい、トイレ行くか。これも上と下向きます。行かない。行く。行かない。さっき行ったがいいでしょ。こうトイレでしてさようならってここで終わりです。バイバイ。まったね。はい、ありがとうございました。さ、こう最後までご視聴ありがとうございます。3.8 のシールと僕のシールを貼らさせていただきました。あとサプライズシール、遊具。滑り台関係かな、貼ってます。 Now またねー。